はい、皆さんこんにちは。今日も始まりました音喜多駿の Vlog でございます。昨日は憲法の話をさせていただいたんですけども、もう一つですね、同じく大阪で行われた政策研修会の中で議員間の、自由討議の中で結構盛り上がったですね、この財政、国家財政のお話をさせていただきたいと思います。大きくですね、ちょっと財政ってものすごい、こんな大学の教授がね、90分の講義とか何コマもやって学んでいくものなので、財政とか経済学といっても幅広いんですけども、大きく今の日本の政治でどういう対立軸があるかというと、財政規律を重視するか、それとも積極財政を行っていくかということで、2つのですね、観点がございます。ちょっとこれ難しい言葉なのでそれぞれ解説しますと、財政規律というのは、規律というのは規律正しいとか、いや正していくっていう、そういう意味ですよね。というのは、ものすごい簡単に言うと、当然お金を使うんだったらその分の収入がなきゃいけないよねと。で、その収入としてのバランスはきっかりとこう保っていって、赤字が出ないように財政を運営していくことが国家経営や行政の基本である。この規律を大事にしましょうというのが財政規律。これを大事にするのは財政規律派とか呼ばれます。もう一個の積極財政というのは、これは今回の参議院選挙の令和新選組なんか典型ですけども、いやいや、その規律なんでね、財政規律なんて言ってたら、国家経営は逆に成り立たないんだと。国はですね、国債刷ったり貨幣刷ったりですね、そういうことができるんだから、収入以上のものを出してもいいんだと。で、どんどん投資をしていって、お金を使って景気を盛り上げていくということこそ政府の役割であって、必ずしもその収入とこの支出を拮抗させることが一番大事じゃないというのは積極財政という考え方なんですね。で、これはですね、今維新の会、日本維新の会、そして大阪維新の会の中でも一つのテーマになっていて、今回ちょっと議論が行われました。というのもですね、私の理解では日本維新の会というのは、もともと結党当初はかなり財政規律を大事にする政党だったんですね。で、選挙公約にも、プライマリーバランスの黒字化ということが、年間の収支をね、ちゃんと黒字にしていきましょうということが掲げられていましたし、またですね、小さな政府という言葉も当初はありました。小さな政府というのは、この財政規律とすごい相性がいい考え方で、政府のね、いろんな役割が大きくなっていったら、どんどん支出が膨張していくわけですから、大きな政府になると、財政が破綻してしまうと。だから、なるべく政府の機能というのは小さくしていって、財政規律を守るんだということで、小さな政府という主張は財政規律に大体繋がっていくんですけども、そういう立場に重きが置かれていたと思います。ただですね、この今回の参議院選挙から、今回そのプライマリーバランスを黒字化するという公約は入らなかったですし、比較的ですね、日本維新の会も最近緊縮ではない。日本維新の会は、財政規律を守るために支出をやめるんだと。そういう緊縮財政を敷くわけじゃなくて、出すところは出すんだっていうことを皆さん発言していて、積極財政に、ちょっと傾いていると。そうした中で、大阪維新の会の政調会長の森島さんという、大阪維新のブレーンですね、地方地域政党大阪維新の会の政調会長の森島さんが、この状況は一体どういうことなのかと、日本維新の会は積極財政に舵を切ったという理解でいいのかということの疑問を投げかけたわけですね。というのも、なぜ森島さんという大阪市議会議員の方が、そういう懸念というか、そういった疑問を口にしたかというと、大阪では完全に財政規律なんですね。財政規律派。もう大阪はすごい借金まみれだったと。だからもう無駄をカットしていって、経済成長をさせ、税収を増やして、もう財政を均衡させていくということが、もうまさに維新の改革で、その財政は立て直ったから、大阪ではすごい支持を受けている。というのがやっぱり大阪維新の実態としてあるんです。ところがですね、国の方の維新では、あまり財政規律を求めずに、とりあえず借金してもとりあえず、お金を打ってですね、政策を進めていくんだということだと、ちょっとこれは、はたからみたいな矛盾するんじゃないかということが、私の理解では森島市議の問題提起だったわけですね。で、これ非常にいい問題提起で、で、私はどっちかというともともと財政規律というのを大事にする小さな政府と言われる派閥なんですね。で、これリバタリアンとか自由主義者と言われる人たちもそうなんですけども、で、ただですね、大きくその地方の大阪の事情と国の事情っていうのは大きく違うのは、先ほど申し上げたように国家は国家の通貨発行権を持っていると。お金が刷れる。で、国債も発行できると。だから、で、地方は自分たちで銀行を持ってないですから、お金刷れないんですね。だから一定の限界というのはもちろんあるので、確実に財政規律というのは保たなきゃいけない。ただ国というのは中央銀行を持っていて、通貨発行できるので、必ずしも地方と中央が同じ政策になるとは限らないというのが大前提としてあります。なのでそこからこの議論も始まってですね。で、今ですね、で、日本維新の会の中でもいろいろ議論が激しくあったようなんです。それで今は、積極財政の方が、
やや勝っているというか、まあ、今まだ確かに日本の国の政府の借金は1000兆円超えてるけども、まだ財政出動する余地があると、破綻する破綻すると言われながら、まだ破綻して実際ないわけだし、しかも今景気はね不景気ですから、これは政府がお財布の紐を緩めるんじゃなくて、むしろもっともっと積極的にお金を通していくタームだろうと、まあ、いうことで積極財政という考え方がですね、まあ優勢になってきているということなんですね。で、これはですね、浅田政調会長もその場でお話しされてたんですけど、経済政策って、自然科学のと違って何か絶対正解があるわけじゃないんです。で、私も基本的には財政規律大事にすべきだと思っていますけども、やっぱり明らかに不景気でデフレの時には、そうは言っても政府がお金を吸って、経済にお金を投資していかなきゃいけない。積極財政しなきゃいけない局面もあります。なので結局その水物で結果論だというのが、まず前提としてあるんですけども、では今の日本どっちをやっていくかということでは、私はまあ積極財政に日本一の会が舵を切ったということは必ずしも間違いでないと思いますし、教育無償化であるとか、機会の平等、経済成長のためには、もっとお金を大胆に使っていいんだと。まあそういうことをお話している国会議員の方もいらっしゃって、それはその通りだなと思うんです。でただね、一方でやっぱり日本維新の会のオリジンとしてはこの財政規律、というのはからスタートしていて、そこを支持している人っていうのは結構いるということもですね、実際大阪ではこの財政規律の改革を見てですね、支持しているという方が一定数というかかなりの数いるということはですね、しっかり頭の隅に留めておいて、やっぱ令和新選組みたいにですね、とにかく何でも出せばいいんだと、でインフレが起こったら引き返せばいいんだって、そんな簡単じゃないですから、経済政策は。あるいは自民党みたく、もう地方の利権組織にどんどんお金ばらまいていって後戻りできなくなりましたというのはなくてですね、日本維新の場合は積極財政をもちろん局面では、今のような局面では、デフレ局面では主張する。でも元々のオリジンはこっちにあるんだと。いつでも戻ってこれるんだということをですね、まあ、しっかりね、持っておいた方が、私はいいと思いましたので、その議論の中でもこういった発言をさせていただきました。で、繰り返しになりますが、これは何か今結論があるわけではなくて、まあ、その研修会の中で、こうした議論があったよということでですね、私たち日本維新の会国会議員団としても、衆議院選挙に向けてですね、まあ、こうした、まあ、財政、積極財政か、消極財政か、あるいは、なんだ、大きな政府、小さな政府とか、まあ、いろんな論点はあるんですけども、まあ、それはパッケージにしてですね、今、社会保障制度や労働改革とも、全部一緒にして一つの設計図を出そうということで、今、いろんなプロジェクトチームが動いていますので、そこで皆さんに結論というのは、年内を目標にご報告したいと思っておりますので、それを楽しみにお待ちください。長くなりましたが、今日の Vlog とさせていただきます。それでは、また次回。